本日の動画は、すごいこれ、あ、でも暗くなったね、ソーラさん、これこれ、あの、なんだっけ、明かりを置かなきゃいけないんですけど、どうやって置きましょう。考えてないんかい。影モッドだから難しいかもね、これ高校と高ないと。うわ、中くるなんか暗くなっちゃうよね。シーランタン欲しいなら取ってきますよ。シーランタンか。とりあえず、まあ今間に合わせで松明持ってる人か。あ、松明で中一回。ああ、ね、じゃあ置きますね、うん、俺松明。あ、壁の松明の入れ方なんですけど。あ、それもあるんだ。ちょ、ま、うん、わ、湧いてんやけど。松明が見えると。多分湧いてると思う、屋根つけちゃったら。ですね、どうしようかな。皆さんちょっとソーラのところに飛べますでしょうか。ちょっとクリーパーまずいって。方がいいかもしれん。それはまずい。ちょ、ああ、嫌な音が聞こえた。床がちょっと抜けただけです、ね。どこどこ、あ、上ですか。ああ足場持ってる。みんな一番上に飛んでくるから、ソーラさん飛んだら動かないよ。一番を横に出さないと。どうぞ、ソーラさん。あ、こうか。はい。私の今見てる正面だけ明かりが入ってるんですけど、その天井の、あ、なるほど、うん、内側に全部松明を挿していくと、はい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 、あの壁が大変綺麗に、あ、なるほど、うん、確かに影入れると綺麗だ、これ。うん、松明が見えてしまうとかっこ悪いので、あの赤い骨組みの内側に松明を全部入れる感じで入れていただくと、夜になると壁が大変美しく映える。了解。じゃあ床面はもう今適当でいいね。いいです。床面の方が美しい。 OK、はい、でここもあの、なんだっけ、こうギザギザになってるでしょ。だから一番下、次2番目って置いていくと、一屋根の下は明かりが取れると思います。なるほど、はい。で、あとは、あ、くも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 、それよりも下は、あの屋根から本当はあのランタンとかで明かりを取っていくと良いかなと思うんですけど。了解しましたよ。あとは、うん、鉄めちゃくちゃ持ってる。あとはこの土台があるじゃないですか、この、はい、石で作った土台、はいよ。ここにあの適当な感覚で、例えば灯籠を作っていくと、あ、なるほど、ね、はい、良いかと思います。了解。はい、そんな感じで。とりあえず床照らせるだけ今照らしてます。ありがとうございます。はい、もう本殿の屋根はもうみんなできた感じなんでしたっけ。よいしょ。今金取ったから、ちょっと出っ張りがまだできてます。はい、今出っ張り。あとこの、あ、階段がいる。屋根の上は仕方がないので、まあ適当なところに松明を置くしかないと思います。あ、でもあれじゃないですか、植え付きのところにあの黒いカーペット置いたらいいんじゃないですか。でもそしたら質感変わるのか。本当言うと、はい、もっと瓦に見えるようにやるやり方があるんですけど、はい、それはちょっとですね、あまりにも膨大なのでちょっと遠慮してしまいました。なんだ、黒寄せ行くか。うん、ハーフブロックをね、一個おきに縦に並べると本当はすごい綺麗なんですけど、はい、あ、デコボコさせる感じの。そうです、はいはい、はい、なんか本殿の上で階段持ってる人おる。あ、13個ならあります。なんか出っ張りをあります。あります。松明も大量にいるってことですか。あら、ここは出っ張り、え、出っ張りいらない、うん、あ、やってるやってる。側殿の一番上の屋根の付け方が反対側出っ張り、あ、わかります、それ。難しいですよね、そこ。ここの出っ張りを。あれ、行きます。トムさん。あ、なるほど。行きます。今行きます。あ、俺飛ぶと俺違う場所にいるから、あれかな。あ、移動中。で、一番上、さらにこの上に、銅の、銅ブロックをダーッと。それで銅がいりますっていう。あ、銅。銅。シャチホコ？錆びつくのは大丈夫なんですか？
同シャチ同シャチ。うん。錆びつくとかっこよくなる。緑色になってくれることを狙っている。なるほど。はい、これ味が出る感じです、ね。後ろにどうすごい。暇な時はちょっとあの色汚いなと思ったら私雷を落とすんで。あれ今どう今どうが来たよ。どうで今あそうそうトモさん今通ってたところあれこれはあのほらトモさんどう見えるための。違う俺あのあれかっこいいこれこうやっていけばいい。うん。うんハーフレあのハーフじゃない方あハーフじゃハーフを2個置いてずっとカラキティあなんかいいこれ本殿の正面松明つけてめっちゃ綺麗ですねこねえいいよねこれうーんすげえわソーラさん建築これソーラさんこれハーフハーフを2個置いてばそれともさすがだな本当これあハーフ2個でいいですよあハーフ2個でいいですかはい。本殿がつながるところってどこまでこれ中に食い込ませるんですかね屋根乗り出しですよ、ね適当あの最初の柱のところトフさんハーフ側殿本殿からハーフあるよ大丈夫6マス目に柱がありますよね赤いやつですよねはいその真上まででいいですあ了解です、はい適当とか言っちゃダメですよねいやもうサムネのサムネの見出しに使えますよ実は適当だったゾンビいる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 戦え、うん、え女だからやだよこういう時だけに女出すんじゃねえこういう時出さえちゃったらいつ出したらいいやん永遠にいっちゃんひどい人だってあれソラさんごめんなさい上のおーびっくりした大丈夫次にかけるから大事な時にもうほらなんか落ちちゃったじゃんどこですかどこですかいやスケルトンがおるスケルトンがおるめっちゃ湧いてるわこれあれなんですよね上の隙間に湧いてるんですよねえやばいあのあれです松明置かないといけないところに湧いてるどうあどうですはい、どうアイマスってどっかにストックあったりしますあ、スイさん俺あげるよああ、あらさあ弓あるあ、どうやって弓あるけど、私モンスターいっぱいいるから飛びますねはい、あらすはいありがとうございますいやいやめっちゃくれるありがとうございますたくさん作ってきたんで俺あ、こうなるってことねえ、あ、弓落としちゃったしたあ、もうどれにあえこれ上の暗くなってるとこさ、さすがないそうっすね弓ない、弓ない、弓ない、弓ないやじゃねえって指だってこんな感じでこの上にどう置いてくれればってことあもう横にこういう風に置いてっちゃったはいあついつそこクリーパーいるどこどこ右右右わかった違うこれがあるこれがあるこれがある落ちた落ちた落ちた危なくいやおまけーし天柱